はい、どうも皆さんこんばんは、夜のと元気になる越智貴です。皆さんお久しぶりです。はい、ということでですね、なかなか今のねこの状況だと夜景の撮影はねいけないんですけども、まあそんな中ですね、家で、おとなしくしております。でですね、まあ家で何をしてるかというとですね、やっぱりこういう時期だからこそですね、まあ時間があるので、まあ写真の、整理とかですね、まあ写真の加工なんかをしております。でそんな中ですね、今日はですね、僕がですね実際に使っている、スマホでできる加工アプリを、紹介してみたいと思います。まあではね、早速説明していきます。僕がね使ってるのは、まあスマホはこの iPhone と iPad を使っております。ね、今日はねこの iPad を使って説明してみたいと思います。今日、その紹介する、アプリはですね、スナップシードっていう、アプリになります。実際僕がどんな感じで、いつも、加工してるかっていうのをねご説明していきたいと思います。でこのスナップシードをね立ち上げます。そうすると、この任意の場所をタップすると写真が開けますとなりますので、これ開いて、どれにしようかな、この東京駅前に、撮影したこの東京駅をの写真をね使っています。で早速この下に効果っていうのがありまして、いろいろねこうアイコンがあります。ポートレートとかね、ポップとかあります、ね、色を濃くしたりとか、ね、モノクロ、濃いモノクロとかいろいろ、まあ、こういうのをフィルターって言いますけども、もうこういうフィルターが十何個とついてます。で実際、僕が使っているのこのツールっていうところを開きます。ツールを開くと画像調整とかいろいろ出てきます。で一番基本の、この画像調整っていうのを押してもらうとこういう感じで出てきます。明るさ、コントラスト、サイド、アンビアンス、ハイライト、シャドウ、色温度っていうのがねこう出ます。でまずはこの明るさ、ね、カメラで言うと、露出補正なんですけどもね、まあ、これは基本の機能です。一応やってみますね。でこの右に、スライドさせると、これ明るさがこうどん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 明るくなります。でマックス、100くらいいきます。でこれを逆に左にスライドさせると明るさが、どん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 マイナスになります。マイナス100、ね、これを明るさ、まあ、露出調整を明るくしたり暗くしたりっていうする、機能になります。でその次に、コントラスト、これも色が変わります。でメリハリが出ます。コントラストマイナスすると、ね、ちょっと薄くなって、プラスにすると濃くなります。次にサイド、まあ、サイドも色をですね、プラスにすると鮮やかになります。でマイナスにするとどんどんねこれが色がどんどんなくなってモノクロになります。でサイド、ね、これ色調整をできます。で、このアンビアンスっていうのがね、これは僕も結構使います。これは明るさと色の鮮やかさを一緒に、できる機能です。この一つで、まあ、二つの機能をできるっていう。でプラスにすると明るさと鮮やかさがこう増します。でこういう感じ でマックスだとこんな色鮮やかに、ね、写真はもう明るくなります。こういう感じで、まあ、若干プラス30ぐらいにしておきますかね。こういう感じします。であとはこのハイライト、シャドウっていうのがあります。まあ、ハイライトっていうところは、まあね、明るい部分をさらに明るく出したり、で逆にこのシャドウっていうのは、まあ、影、暗い部分をより強調するっていうところ、これは逆光とかで撮って、まあ、被写体がねこういう黒つぶしたりとかするときには、まあ、逆に暗くなったやつを、まあ、明るく出したりとか、まあ、暗くなったやつを明るく出したりとかっていう、そういう明暗の差をこう出す機能になります。でこの、色温度っていうのがね、カメラでいうと、ホワイトバランスっていう機能になりまして、でプラスにするとどん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 これがね太陽光、また日陰っていうだんだん暖色系、色が赤くなります。でマイナスにするとどん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 、まあ、ホワイトバランスでいうと、蛍光灯または電球っていうね、そういうモードになります。マイナスでいくと、こんなに青みが、強くなります。ね、ホワイトバランスをこれで調整できます。まあ、次に、まあ、このディテールとかね、これも僕が結構使います。このストラクチャーとシャープっていうのがあります。でこのストラクチャーっていうのが、これ建物とかをこの輪郭をより、強調して質感がさらに、出ます。で実際やってみますね。ストラクチャーをこうプラス側にすると、建物のこの質感、ね、細かい、まあ、ちょっとアップしますね。でこの東京駅のレンガのところね、赤い部分とかこの茶色い部分のこう質感がより、はっきり出てきます。それがストラクチャーっていうものになります。
輪郭がね強調されます。でその下のシャープっていうのがあります。これもプラスにすると、まあ、要するにくっきり、例えばねピントがちょっと甘い場合はこのシャープネスをプラス側にしておくと、よりはっきりね東京駅とこのビルの図鑑とピントがこうくっきり出てきます。このシャープネスとストラクチャー、まあ、こういう建物とか、まあ、僕が撮ってる工場夜景とか、まあ、ジャンクションとかもねはっきりくっきり出すっていうのがこのストラクチャーとシャープネスね、これを使ってます。で、まあ、例えばあとはですね使うのがこの回転というのがあります、ね、この回転というのはこの傾きを、微調整、することができます。まあ、実際ね、まあ、撮影して水準器とかもねちゃんと見て実際撮った後見たら被写体がちょっと傾いたりするっていう場面がねあると思うんですけども、その傾きを回転っていうので修正します。まあ、若干ねビルがちょっと右側にね傾いてたので、これをちょっとスライドさせて微調整します。まあ、こんな感じですね、縦の水平が合いましたので、それでまあ決定するときはこの右のレテンのボタンがあります。これが確定なります。で確定されました。でこれがまあ傾きを変える回転となります。でその次に使うのがまあ大体この切り取りっていうね、これも基本になりますけど、これもトリミングって言われてます。このトリミング切り抜きですね、これも使ってみます。で下にアスペクト比がこう出てきます。まあ三単位とかね正方形とかこれ出てきます。でそういうのも変えられます。例えばこの写真だと、上のビルを切って、ちょっと東京駅をちょっとアップ面にね出したいと思うので、下は活かしつつ上を切るっていうところですね。でこれで、確定、またこのね右のレテンボタンを押すと確定になります。でこんな感じになります。この画像調整ディティール、まあ、回転切り抜きっていうのが、まあ、これが大体僕が使ってる、まあ、基本の、まあ、機能となります。で最後にこの右下にエクスポートってあります。でこのエクスポートを押すと、まあ、保存とかコピー保存で、保存っていうのはまたねここから、まあ、再編集とかできるときにこの保存となるんですけども、もうそのままプリントとかしたい場合とか、まあ、SNS に上げたい場合はこのエクスポートっていうね、これ JPEG 保存になります。でこれでエクスポートっていうのを押すと、今までね編集したやつが全部これ保存されます。今日は本当に簡単な、基本の僕が使ってる機能を使いました、ね。まあ、こんな感じですね、家にいる時間がある時はこういう簡単に使えるスマホのアプリをね利用して、こういう画像編集をしてみると面白いのでね。で今日紹介したのはこのスナップシードっていうね、アプリを使いました。まあ次回はねまたこのスナップシードの違う機能を、ご説明したいと思います。これ HDR 風というのもあります。ではまた次回の動画も、ご覧ください。はい。